藤岡博次大は、岡山県岡山市中区出身のプロ野球選手、宇藤左田、千葉ロッテマリーンズ所属。岡山市立三沢名小学校では小学校1年から、三沢名スポーツ少年団でソフトボールを始め、岡山市立三沢南中学校では、公式の赤いはベースボールクラブに所属した。岡山理大福高校に進学後、1年秋から、サードのレギュラーを獲得し、 強権を生かし投手としても活躍した。同期の柴田達弘と三遊間を組み、三年夏の岡山県大会準々決勝では、渡辺勇樹を要する関西高校と対決し、先頭打者ホームランを放った。八回のピンチで、マウンドに上がるも同点打を許し、九回には勝ち越し打を打たれ一から二で敗戦した。アジア大学に進学後は、一年春から、 サードのレギュラーとして活躍。1年春、3年秋、4年秋にサードでベストナインを受賞。3年秋には打率。380を記録し、首位打者に輝いた。4年秋にはリーグ史上23人目の100安打を達成するなど、東都大学リーグ6度の一部リーグ優勝に貢献。全国大会でも、全日本大学野球選手権大会では2度の準優勝。 明治神宮野球大会では2度の全国制覇に貢献した。2年次には第39回日米大学野球選手権大会日本代表に選出。この時、後に千葉ロッテでチームメイトとなる三木亮中村翔吾、岡大会と同時出場を果たしている。4年次にも2015年夏季ユニバーシアード野球日本代表に選出され、ドラフトでも 指名有力視されたが、指名漏れとなった。リーグ通算、97試合、打率、296、7本類ら33打点、17盗塁。大学には2学年先輩に、峰井博ヒロシのぞみ、キューリア・レン、1学年先輩に、山崎康明、矢部高月、大下優馬、同期に、板山優太郎、1学年後輩に、創設優衣人、希望星なり、 二学年後輩に高橋春佳人、北村拓己がいた。なお、創設とは後にチームメイトとなる。トヨタ自動車入社後、一年目は出場機会を増やすために外野手に挑戦した。第87回都市対抗野球大会では一番ライトを任され、初戦の77銀行戦では5打数4安打の活躍を見せるなど、全国制覇に貢献。 若歌寺師匠に輝き、大会の優秀選手に選ばれた。2年目は、源田宗介が抜けた穴を埋めるためにショートに転向し、第88回都市対抗野球大会では、初戦の九州三菱自動車戦で、延長12回、1アウト満塁から始まるタイブレイクで、谷川秋から、サヨナラ満塁ホームランを放った。秋には、第28回ブファ。 アジア選手権の社会人日本代表に選ばれた。第43回社会人野球日本選手権大会では全試合3番ショートとして全国制覇に貢献した。2017年の NPB ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから2巡目で指名された。契約金8000万円、年俸1430万円という条件で入団し、 一流と呼ばれる選手になりたいですと意気込みを語った。背番号は 4? チームに同性の藤岡隆弘がいたため、スコアボード表記は藤岡弘で、ユニフォームのセネームは Y 藤岡。なお、2018年7月27日に藤岡隆弘はトレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍したため、ロッテにおいて藤岡製の選手は一人だけとなった。 2018年は、キャンプから同じ遊撃手の平沢大和とポジション争いを展開すると、オープン戦で好調を維持。3月31日の東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕戦に、2番遊撃手として開幕から先発出場を果たした。また、同じくルーキーの菅野武も、6番左翼手で開幕から先発出場を果たした。 ルーキー二人が開幕から先発出場したのは1997年の小坂誠と清水紹介以来21年ぶりであった。試合では初回のプロ初打席で則本隆弘から左声に塁打を放つなど3アンダモー猛打賞の活躍を見せた。新人選手の開幕戦猛打賞は2009年横浜ベイスターズの山崎のりはる以来11人目。 球団では1997年の小坂以来21年ぶりとなった。8月21日の対埼玉西武ライオンズ戦でシーズン100安打に到達。新人での到達は球団では2011年の石峰正大以来7年ぶり9人目、ドラフト生後に限れば5人目となった。打撃に苦しみながらもシーズンを通して全試合出場を果たし打率。 235本類四42打点、14投類、リーグ最多の26技ダをマークしたが、パリーグ最優秀新人の投票は、有効投票258票中17票のみに、とどまった。規定打席以上の選手が対象で、無双車時の相手投手の平均投球間隔の、短かった選手が受賞するスピードアップ賞を受賞した。歴代最高の12.0秒だった。 2019年は、右足膝かす腱炎で、春季キャンプから2軍調整となったが、3月8日に1軍に合流すると、平沢とのポジション争いを制し、3月29日に行われた楽天との開幕戦に、9番、遊撃手で出場。2年続けて開幕スタメンに名を連ねた。しかし、5月21日のオリックスバーファローズ戦で、途中交代し、 大阪市内の病院で右大腿2頭筋肉離れと診断され、翌日に出場選手登録を抹消された。6月14日に一軍に復帰するも、7月19日の北海道日本ハムファイターズ戦の試合前練習で右足を痛め、同20日に札幌市内の病院で右大腿2頭筋損傷と診断され、再び登録を抹消された。 9月1日のオリックス戦で再び一軍に復帰し、8番、遊撃手で、先発出場すると、自身の失策で同点に追いつかれるも、直後に、近藤大脇から、決勝の1号勝ち越し本塁打を放つなど、9月は、月間打率35。353と活躍したが、怪我に悩まされるシーズンとなった。最終的に、81試合の出場で打率26。264。 日本類が21打点の成績を残した。2020年は新入団の福田光つる、鳥谷隆志らとのポジション争いを制し、6月19日の福岡ソフトバンクホークスとの開幕戦に9番遊撃手で出場。3年続けて開幕スタメンとなった。9番遊撃手として出場した8月27日の楽天戦ではチーム唯一の安打を放ち、 ノーヒットノーランを免れた。九番打者の安打だけでチームの無安打を阻止したのは2005年4月10日に日本ハムの中島聡トがロッテの小林博之からチーム全安打を記録して以来15年ぶりの出来事であった。この年も声優劇主として出場を続けチームの優勝争いを支えていた。だが10月6日に小木野隆史、角中克也、 清田育広ら複数の主力選手と共に、新型コロナウイルスに感染したことが明らかになり、出場選手登録を抹消された。10月20日に1軍に復帰すると、11月8日の西部戦では、決勝の4号本塁打を放つなど11月は、月間打率364と活躍し、チーム13年ぶりの2位4年ぶりのクライマックスシリーズ出場に貢献した。 クライマックスシリーズ出場を決めた翌日には1、軍復帰後も、頭痛や、嗅覚障害など、新型コロナウイルスの後遺症を残したままプレーしていたと報じられた。クライマックスシリーズでは、第1戦、第2戦ともに、9番、遊撃手として出場したが、5打数1安打に終わった。ありがとうございます。